はい、おはようございます。タリッシュです。今ね、仙台市内歩いてます。ホテルチェックアウトして、で、国分町のホテルだったんですけど、そこを出て、ね、今日ちょっと雨降ってるんで、昨日のうちにね、駅までできるだけアーケードを使って、行く道を調べてたんで、アーケードがめっちゃ長いんですよね。だから本当にほとんど濡れずに行けると思います。今日ね、時間ももう10時過ぎてて、朝のラッシュとかも特にないので、あ、サンマルクカフェだ。サンマルクカフェで食べていこうかな。もうちょっと駅近づきたいか。ちょっと近づく。でも今サンマルク空いてたな。駅近づくほど混んでるかもしれないですね。まあ大丈夫か。徒歩15分ぐらいなんですね、仙台駅なんでね。あ、そう。Facebook とかでね、お知らせしたんですけど、初めてなんですよ。152回目の渡り町訪問にして、電車移動初めてなんですよね。まあ、ちょっとこれには理由があるんですけれどもね。いや、なかなか、まあ、トータルすると、家から電車乗り継いで新幹線乗って、渡り町行くのと、車で行くのと、まあ、そこまで変わらないかなっていう印象ではありますが、新幹線は早かったですね。東京、上野、大宮、でも次仙台ですからね、はやぶさだと。すごい。ちょっとアーケードがずっと喋ってますね。大丈夫かな。私の声は遮られてないでしょうか。いやー、すごい。すごいですよ、アーケード。ちょっと見ますね。ずーっと続いてますからね。いやー、さっきのサンマルクにしてかよかったかな。一瞬の判断ですよね。旅もこの店だと思ったら入らないと、血のりがないし詳しくないから、ついついね。まあでも次にも期待してしまうというのが旅でございますけれども、さあこの後ね、ちゃんと常磐線に乗って渡りに行けるかどうかっていう、電車をあまり使わない人間からするとね、本当に不安なんですよね。まあ、どうにかなるかな。でもなんか噂によると、始発駅だから、逆の方向に乗るってことはないと思ってるんですけどね。ただ電車が1時間に1本なんでね、乗り過ごさないように、乗り遅れないようにしないといけないところでございます。はい。じゃあね、ちょっとまだね、1時間ぐらい電車まであるんで、ちょっと30分ぐらいどっか時間を潰して、また駅の方に向かって、常磐線のホームぐらいからお届けできればと思います。ではでは、ドトールあった。ドトールにしよう。ドトール入ります。バイバイ。はい、どうも。仙台駅着きました。仙台駅ですね。はい、ということで、ちょっとね、ドトールコーヒーでゆっくりできましてね、仙台駅入りましょう。常磐線探さなきゃ。スイカって使えるのかな。常磐線って何？ JR？ JR しかないのか、仙台駅は。ちょっともうわけのわからんことしたら申し訳ないですけどね、本当にさっぱり分かってないんで。はい、入ります。仙台駅、改札入ればいいか。新幹線改札があるんだよね。ちょっと待って、とりあえず改札、わ、やばい。どこだろう。あ、お土産いっぱい置いてある。地下鉄じゃないよね。
なんかすごい市場を走るイメージなんで、市場を走るところがある。新幹線改札しかない。渡りって書いてある、常磐線って書いてある。じゃあこれだろう。ちょっとスイカで入ろう。よし、入っちゃう入っちゃう。よし、スイカ使えた。 JR なの。11時40分これでしょ。これね、渡りって書いてあるね。11時40分6って書いてある。6ホーム6だよ。これだ。東北本線、常磐線6 2 4 3 3 5 6。ほら、どっちから降りる。階段から降りる。待ってます。白いし、あ、11時40分発だから、これ乗ればいい。あ、もう来てるの。これ来てるのか。来てるの。
多分あっちだよ。反対側ってことないよ。ちょっと一回切って電話します。はい、ということで西口でいそうです。いやー、初めてだホーム渡り駅こちらね。はい、ということで、いやー、なんか景色が違うな。普通もう来てるはずだよね。150回も来ればね。出ます出ます。はいはい、出ました。はい、いらっしゃいますかね。あ、いた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 。はいはいはい、はい、ということで着きましたので、合流できましたのでね、またお会いしましょう。バイバイ。